なんだよ。今殴りてえって思ったんだろ。なんで止めたんだ。俺が劣っているからか。お前より弱いからか。そう思ったんだろ今。お前マグロが言ったことを気にして俺に情けをかけやがった。お前なんかが余計な世話を焼かねえでもこっちは十分に自分のこと分かってんだよ。あ？いつものように来いよ。お前、自分の武力を知らずに戦闘に行くやつがいると思うか？自分が何者かもわからない奴はどこにも行けねえ。お前よりはな。お前もやるな。ショーゴくん、いるの？あ、
くんだ。私んちそこだから。そうだねそうだね、したよね。私ね、翔吾くんの大切なチャリンコがあったから今ここに翔吾くんがいるって分かったんだよ。うん、チャリンコくんっていう名前。そうなんだ、それ教えてほしいな。私のにも名前をつけてほしいな。うん、翔吾くんが。ダメかな。ダメなの？宿題ね、かわいい名前を考えてきてね。楽しみだな。翔吾くん、今日は何してたの？昼間カフェに来なかったね。散歩が好きだね。私と同じだ。あのね、私はね、鏡川で四つ葉のクローバーを見てきたの。知ってるの？そうだよ、幸せの四つ葉のクローバー。ほら、店長もサムシングブルーって言ってたでしょ。あの時、幸福が訪れる4つのものって。日本だと4って縁起が悪いっていうのが普通なのに、外国では4でも幸せなんだよ。それって不思議だね。でへっ、翔吾くんもそう思う？本当？あのね、私はこういうことを考えるとき、なんだか黒い小さなお魚になった気分なの。絵本の中の広い海、仲間外れの黒い小さなお魚はね、広い海を見に出かけるんだよ。そしたらね、すごく不思議なものをいっぱい見るの。今まで見たことなかったいろんなものと出会うんだ。私はそこのシーンが一番好き。なんだか自由になれる気がしてくるから。ううん、撮ってないの。前見つけた場所に今日もあるかなって見てきただけだから。だって見に行った時にもしもうなかったとしても、
それはどこかの誰かが私と同じものを見つけて持って帰ったってことだから、それはそれで幸せなことでしょ。うん、今日はまだあったよ、だから幸せ。もしもう明日なくなっててもそれも幸せでしょ。そうだよ。あ、そんなのって私っておかしいのかな。本当？でへ、よかった。だって私の家ってもうここからすぐだよ。でへ、じゃあ私は翔吾くんの台風号に乗せてもらう気分になってもいいかな。気分だよ、気分。翔吾くん、何かお花を探してるの？そうだよ、ケヤキ。そしてこれはイチョウ。秋になったら銀の黄色が道にいっぱいに広がるよ。お姉ちゃんはね、あの空をバニラクリームみたいって言うんだ。でも私はね、バニラには見えないよ。もっと白く見える。白も違うかな。白っていうよりもっと光ってるよね。あ、ほら、あの時一緒に見たあの花嫁さんのドレスのツルツルした布を空いっぱいに広げて、その裏側にすっごーく大きな太陽を置いたみたいに見えるよ。ね？そうだね、そうだね。すっごーく大きな花嫁さんだもんね。すぐ空がお色直しをするよ。ピンクになってく。そしてその上は紫で、もっと上は濃いブルー、それから紺色。まるで絵本の世界みたい。色と色があんな風につながっていくから綺麗なんだね。綺麗だね。
昨日はありがとう。あれ？なんか具合でも悪い？なんでもないの？そう。剣はよかったね。剣の物語覚えてる？希望の物語だって私あの時言ったけど、本当は自信ないんだ。もしあそこで少年が立っていなかったら、剣はどうなっていたと思う？さまよい続けてるよね。ずっと一人ぼっちのままで。そうだよね。たまたまなんだよね。二人が出会ったことは奇跡みたいなものだよ。現実の世界でそんなことがあるかな。希望っていうのが空から降りてくるみたいに奇跡としてこの世にあるとしても、そういう物語は世の中にいる大勢の普通の人の物語で、私の物語じゃない。ううん、いいの翔吾くん、無理に慰めてくれなくてもいいよ。